今日発表される札幌市の新型コロナウイルスの新たな感染者は、1,300人台となる見通しであることが分かりました。1,952人だった前の週の金曜日を下回るものの、3日連続で1,000人を超える見込みです。